四十一式散歩。4一式三歩は、1910年、明治43年前後に開発、採用された第二本帝国陸軍の散歩。1930年代中期からは、不評法として、紹介集を施した本法が、不評連帯に配備されたため、連帯法、連帯法とも称された。四十一式三歩は、日露戦争における、 主力散歩であった31年式速射散歩の射程不足、発射速度不足、方向社会皆無といった欠点の解消のために開発された。31年式速射散歩は本格的な中退服先を備えていなかったため、発射のたびに反動で射撃位置から後退した方を元の位置に戻す必要があり、当然照準も一発打つごとにやり直すものであった。ゆえに、 速射砲という名称を持ちながらも実際の射撃速度は2から3発分程度であった。日露戦争後、陸軍技術審査部は、同審査官、島川文八郎陸軍砲兵大佐に対し、後続三砲の開発を命じ、1908年、明治41年に大阪砲兵交渉で施政法が完成、1911年、 明治四十四年に四十一式三砲として正式制定された。四十一式三砲は中退福崎を備えていたため射撃速度は十発、分程度まで上げる子に成功した。また、当初の分離薬等方式を完全弾、薬等方式に改めてからは最大二十発、分が可能となった。重量五百四十キログラム、馬六頭で分解運搬、だバないし、 馬二頭で、原因運搬、万バ馬バ可能。三方として開発されたため人力による分解運搬も可能であり、山岳線や森林、密林地帯で威力が発揮された。また、構造が比較的簡単であるため、組み立てや操作が容易であった。摂氏23度でも、使用可能。採用、配備以降、帝国陸軍の主力三方として、 主に師団砲兵たる山砲兵連隊で運用された。1920年、大正9年には、本砲の欠点であった威力と安定性を向上させた後続散砲の開発を研究開始、1930年代初中期には、41式散砲と比べさらに組み立てや操作が容易かつ、細かく分解でき、近代的な開脚式砲足を備える、 高性能散歩である94式散歩が開発、採用された。94式散歩は旧式となった41式散歩を順次更新していったが、戦前日本の国力の低さから完全に置き換えるまでには至らず、第二次世界大戦においては94式散歩と、共に主力散歩の一つとて終戦まで運用が続けられ、また、太平洋戦争、大東亜戦争では、 作戦地の地形や、道路の状況から94式参砲ともども、野砲兵連隊などに配備される例も多く、各戦線に投入された。なお、本砲は、海軍陸戦隊でも使用されている。また、本砲をベースとする戦車九99式7センチメートル反戦車砲を搭載する砲戦車、自走砲として、二式砲戦車砲が開発、生産されている。 靖国神社優秀館には、比較的保存状態の良好な41式散歩が展示されている。満州事変において、不評連隊に配備し実戦投入された、蔡の戦訓などから、不評、不評連隊が運用する、不評法、連隊法、不評連隊法として、射撃効力に優れた本法を41式散歩を、不評用として展することになり、 1936年、昭和11年にはほぼ全ての不評連隊に配備された一個連隊にはほぼ4本ずつ。この用途に使用するため1935年、昭和10年から生産が再開され、日中戦争、シナ事変のモンハン事件、太平洋戦争を経て終戦に至るまで主力連隊法として運用された。転用に際して、 外観や属品に紹介集が行われており、大きな点として、不評用では砲子を防護する棒立て、棒立ての横幅が車輪外へと狭くなり、山砲平用は車輪外へ伸びる幅広、下部に延伸されている。不評連帯では、本砲の 75mm の大口径と短方針18.4口径、口径長ながら低身性に優れた弾道を生かし、 対戦車砲として使用されることもあり、鉄鋼弾、後半貫通限界圧は射距離100メートルで50ミリメートル、射距離500メートルで46ミリメートル、射距離1000メートルで43ミリメートルも配備、されていた。対戦砲機には多弾、対戦車用成計作薬弾であるに、式戦交流弾も配備された。多弾は、射程距離にかかわらず75から100ミリメートルの、 装甲を貫徹することができた。1944年4月、ニューギニ,ニアにて、豪州陸軍による露隔された41式三砲の射撃試験が行われており、射距離150ヤードから、マチルダ E 不評戦車の車体正面、装甲圧75ミリメートルを射撃していい。41式三砲の鉄鋼弾では、マチルダ E 戦車の車体正面を貫通できなかったが、二式先行榴弾。 多弾と思われる、整形作薬弾では車内まで貫通した、貫通工写真が確認できる。41式散歩用の二式線交流弾、多弾は、終戦時に完成品及び半ト品を含めて、合計5万5千発以上存在していた。終戦時には、外装式の多弾も試作されていた。姿勢外装式、多弾は、弾頭直径が大きい分、貫鉄能力も向上し、 最大で3 0 0、mm、トルの走行を貫徹可能であったという。不評連隊には41式三砲四門の連隊砲中隊と対戦車砲、速射砲四門の速射砲中隊が存在し、本ブレーカーに置かれるか、ないしはこの二個中隊で連隊砲大隊を編成していた。一個分隊に一門、分隊長以下11名、馬六頭。砲、操作三名。 弾薬係3名、弾運び4名、12発。弾薬は専用の3発入り弾薬箱と6発入り弾薬箱に収められて運ばれていた3発入り弾薬箱でも 31kg もあり、6発入り弾薬箱は背負うことが困難なので馬に打載するか、木の反りがついていたので引きずりながら運んだ。このため4門分の弾薬を運搬するために、 法術要員とは別に馬十頭、馬車五台、弾薬招待七十七人を必要とした。中華民国の国民革命軍は、自軍の重火器運搬能力が低かったため、本砲を大量に輸入した。さらに輸入にとどまらず国内の艦洋兵交渉、大元兵交渉、新洋兵交渉が独自に模倣品を製作、各部隊に配備した。それぞれ艦重式七五三砲。 寛容性、新十三式三法、大元性、両十四式三法、信陽性と称される。しかし、中国国内における圧延鉱の製造技術不足のため、太平洋戦争集結以前に製造された砲は、方針を輸入して製造していた。日中戦争勃発により輸入が途絶え、生産継続が不可能となった後も多数製造された模倣品は、 日中戦争や国境内戦、朝鮮戦争まで使用されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。